心を溶かすような優しい歌声に癒され、今では全国に多くのファンを抱えています。岡山県総社市出身のシャンソン歌手アミさん、2000年のデビューから20年以上日本のシャンソン界を牽引する一人として活動を続けています。今日はゲストにアミさんを迎え、シャンソンの魅力とアミさんが中心となって行われる岡山パリ祭2023についてお話しいただきます。スタジオには総社市出身のシャンソン歌手アミさんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。東京が拠点でいらっしゃるということですけれども、はい、つい最近も岡山に。そうなんですよ。21日にサンタホールで、はい、ミュージカル星の王子様に清水由紀さんをはじめとする素敵なキャストの皆さんとご一緒させていただいたばっかりなんです。本当に10日ほど前ということですね、はい、全然岡山じゃもう久しぶりじゃないということで、はい、そうです。結構長いこといらっしゃったんですか。はい、この時はですね、稽古が連日あったので、普段東京で稽古に参加できなかった分頑張りました。このバラの役をさせていただいたんですけど、もうあれが本当の自分のような気がしていて、今仮の姿のような気がしています。もう役に相当入り込んだというわけですね。さあ、ここからね、ちょっとシャンソンのお話いろいろ伺っていきたいと思います。はい、国立音楽大学で声楽を学ばれた後にシャンソン歌手になられたということですけれども、アミさんが思うこのシャンソンの魅力ってこう普通の歌と違うんですか。私もね、シャンソン大好きなんですけれども。ですか、はい、嬉しいです。見方ができた。ぜひお聞きしたいです。シャンソンってすごく自分に寄り添ってくれている音楽のような気がしていて、例えばしんどいな、悲しいないう時はシャンソンを聞いて癒されて、涙がいっぱいこぼれて、あ、でも明日からまたもう一回頑張ってみようかないう気持ちになったり、嬉しい時はその喜びが倍増になって、でなんかこう人とか自分に優しい気持ちになれる、そういう生きた音楽じゃなって思っとるんですよ。アミさんがおっしゃるとすごく説得力がありますよね。では、はい、ここで、アミさんの歌声をお聞きいただこうと思います。はい、先ほどこのスタジオで歌っていただきました。ご覧ください。本当におっしゃってたような寄り添うような音楽というのが
聞いてみて本当に分かりましたね。本当ですか。何かこう心にこう染み入ってくるようなね、そんな、あみさんご自身の歌声のね、あのその優しさもあるんでしょうけれども、あの1930年の曲なんですけれど、はい、古く感じないと思いませんか。いや本当にそうですね、なんかシャンソンってそういう魅力があるなって、その時代時代で生き続けている、はい、そんな気がしています。あのフランスの、ね、音楽、はい、シャンソンということですけれども、はいはい、先ほどの歌もアミさんものすごく思い入れが強い歌で、あ、そうですね、あの石井淑子さんが初めてパリサイを、ね、始められた石井淑子さんが初めてシャンソンを歌われたのがこの曲だったということで、はい、あのコンサートで私が歌った時に後におはがきをくださって、それがなんかとっても嬉しくて、はい、ますますこの曲が好きになったんですけれども、もう本当に、ね、優しく包み込まれるような素敵な歌声だったんですけれども、今ね、アミさんのお話にも出てきました、はい、パリ祭、はい、今年も、アミさんも出場されます、はい、岡山パリ祭行われるんですよね。どのようなイベントになるんでしょうか。はい、あのシャンソン歌手たちが、まあ、夏に行っているコンサートなんですけれども、はい、例年ですと7月だったんですが、今年に関しては10月の28日にルネスホールで昼夜公演が決まっています、はい、原陽子さん、そして太田清子さん、藤原元子さん、清水由紀さん、亜美、この5人が岡山出身のシャンソン歌手で今までこのパリ祭に出ていたんですけれども、はい、この5人でちょっと新しいスタートを今年切りまして、あの今までちょっとコロナ禍で影響を受けて、もう岡山パリ祭存続危機だったんですけれども、このままでええんじゃろうかって言ってミーティングをしまして、やっぱりシャンソンの火を絶やさんようにできることをやっていこうやいうことになったんです、はい、実行委員長を、ね、務められているということで、はい、今年に関しては、はいはい、どうせ使っております。気合もやっぱり入るんじゃないですか。入ってます。入ってるように見えんかもわからないですけど、目いっぱい入っています。はい、はい、そしてあの今回の岡山パリ祭、はい、一般公募が行われるんですよね。そうなんですよ。あのプロアマ問わず、そして国籍問わず、はい、あの性別問わず年齢問わずで、うん、ファミリーで参加してくださってもいいですし、うん、歌部門と演奏部門があるので、はい、例えばギターだけでシャンソンとか、それからホーンセクションアンサンブルとかで、あ、これもシャンソンだったんだっていうことを皆さんに気づいていただけたら嬉しいなって、例えば枯葉とかバラ色の神聖とかっていうのはジャズだとね、あの親しまれているんですけど、はい、元はフランスの曲ということを分かっていただけたらいいなと思っとるんです。かなり敷居も低いんで、はい、中井さんシャンソン好きならぜひ。いやちょっと歌に関しては苦手なんですけど大丈夫です。聞く専門で、ちょっと聞く専門家で練習しようか。いかがですか。僕はちょっと自信がないです。でも本当に、ね、幅広い方にそのシャンソンの魅力を知ってもらうきっかけにもなるかもしれませんね。あの東京からも参加したいって言って応募してくれている人もいますし、うん、で何しろこの岡山と一緒に、うん、あの育っていきたいと思っているので、はい、あの中庭マルシェを10月には開催したりして、はい、フランスの食べ物にちなんで食べ物とシャンソンっていう感じでこうより楽しんでいただけるようなそんなイベントにしていきたいと思っております。はい、はい、それでは岡山パリ祭の出演権オーディションのお知らせです。オーディションの開催は7月23日日曜日、応募は岡山パリ祭2023実行委員会のホームページから申し込み書をダウンロードしてください。提出の締め切りは6月20日必着です、はい、さあそして8月ですけれども、アミさん、はい、コンサートが地元凱旋という形で、はいはい、総社式尾根の出身なんですけれども、コロナ禍でストップしていたコンサートがようやく再開できるということで、はい、いつも来てもらっている東京のピアニストの今野勝春さんと一緒にコンサートをすることが決まったばかりなんです。決まったばかり、はい、じゃあまだどういった内容になるかこれからどんどんと、はい、もうぜひ8月13日ね、はい、いらしていただけたら嬉しいです、はいはい。ここまでシャンソン歌手のアミさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。